はい、つい先ほど NiziU がね、まあ世界最大級のカルチャーフェスティバル、まあ KCONに出演していたんですけど、ね、これにリオちゃんが欠席していたんですよね。で、このリオちゃんの欠席したところみんなでね、カバーして歌っててね、まあ非常に良かったなっていうのは思いました。で、このリオちゃんがね、まあ欠席した理由っていうのが、まあ公式から体調不良っていうのは言われてるんですけど、まあ、ここ最近ね、まあ、ストレスや精神的な原因がね、あって、ね、今回に至ったっていうのは言われてます。で、このね、精神的なストレスっていうのはね、まあ、リオちゃん、バブルっていうのは、きっとね、NiziUのファンなら知ってると思うんですけど、わからない人のためにバブルっていうのがあるんですよね。まあ、アーティストとファンが、ちょっとチャットするみたいなところで、まあ、リオちゃん、誹謗中傷言われてたんで、アンチに。いや、だからアンチやめてください、みたいなね。まあ、そういう発信もしてたんですけど、いや、本当に許せないですね、アンチ。いや、だから、ね、バブル事件が、まあ、ここ最近やってね、まあ、今回のね、KCONに出演できなかったっていう、まあ精神的なストレスとかやっぱりアンチコメントとかねやっぱり多いんでね、まあでもね今回のKCONね、まあリオちゃんのところみんなで、カバーして歌ってたっていうのは、まあ非常にね、良かったなって思うし、まあ今回のね、まあKCON、まあ世界最大級なんで、まあ NiziU が出るの初めてなんでね、まあ今日録画してたんですけど。まあ、リオちゃんの分ね、踏まえて、いや、本当にね、誹謗中傷っていうのはやめてほしいなっていうのは思いますね。まあ、SNS ね、やる以上はそういうアンチコメントとかね、まあ、つきものなんですけど、まあ、俺NiziU好きやから、ちょっと辛いっすね。で、まあ、来年こそはちょっとね、みんなで、ちょっとね、急に揃った NiziU が見れることをちょっとね楽しみにしてるっていうことで、まあミーヒもね、ミーヒちゃんも髪染めたりしてよかったなと思いますね。で今回ね、まあ、リオちゃんが、まあ、こういう、まあ、ストレスっていうのはね、まあ、一部のアンチのせいやから、いやー本当にねまだ若いからね彼女、まあアンチコメントとかそういうのやめてほしいなと思う、ね、いや本当に、で結婚良かったですね。で今回のね、まあ欠席理由っていうのはストレスなんですけど、まあ最近のバブル事件も踏まえてね、今回の経緯に至ったと、まあいうことで、まあ早く体調直してほしいなって思いますね。はい。